江戸小島デコボコラジオ始まりました。ちょびひげさんのアートな散歩、お送りする DJ は私ちょびひげです。いつもでしたらここで猫マネさん登場ということになるわけなんですけども、今回は猫マネさんお休みです。猫マネさんファンの方ごめんなさい。今回は私一人で放送するちょびひげさんのアートな散歩、どうか最後までお聞き願います。この番組はえのこと地域コミュニティとの共同事業、ミニ FM えのこ島デコボコラジオの企画で、美術館およびその周辺の食を紹介する番組です。周波数は 89.2MHz、 毎月一度公開放送を行っていますので、皆様もぜひ遊びに来てください。ということでですね、アートが好きな方、週末にね、美術館に行かれるよっていう方も多いと思うんですよ。でもやはり自分の好みの美術館っていうのがあって、それプラス気になる特別展に行く、まあ、このサイクルで美術館巡りをされるっていうのが標準的な行動パターンなのかななんて思っているんですけども、そんな中に入れてみたら面白いかもっていう美術館が昨年できたんです。南海難波駅から羽衣駅に急行なら最短15分、JR でも天王寺駅から東羽衣駅に、まあ、大鳥駅乗り換えになるんですけども、24分、そして駅から徒歩5分ですから、まあ、大阪からなら京都や神戸に行くよりも近い場所、そこに、日本画専門、しかも、文化勲章受賞作家の作品を集めた珍しい美術館ができました。ここで猫マネさんがいたら名前を早く言いやがれっていうふうに突っ込まれるところなんですけども、まあ、美術館の名前、言いますよ。小林美術館、浜寺公園に隣接し、まあ、浜寺公園っていうのは堺市、高石にまたがる日本最古の国立公園で、まあ、園内にはさまざまな樹木が育てられていたり、まあ、春には桜の花見客であふれる、まあ、大阪緑の百選にも選定されている、まあ特にね有名な松林は日本の名所です、まあ、松、百選に選定されている公園なんですけども、そこに隣接する小林美術館、全国でも珍しい文化勲章受賞作家の作品を集めた個人美術館です。まあ、それが小林美術館。開館1周年、そして、文化勲章制定80周年を記念して現在、まあ、2017年9月7日から、2017年12月3日の会期で、秋季特別展文化勲章制定80周年文化勲章受賞の作家画家たちを開催しております小林美術館に行ってきました。今回は、担当学芸員の西岡美香さん、そしてなんとですね館長の小林英樹さんにも話をお伺いすることができました。小林さん、西岡さん、ありがとうございました。いきなり余談なんですけども、で最近ね余談から入ることが多いんですけども、まあ、今回の取材実は裏話が多すぎて放送できない話がたくさんあったんですね。本当にね残念で、でも、館長さんは、まあ、併設のカフェ、まあ、に、来館者に気軽に声をかけられているので、お話をしてみてください。大変面白い話を聞けると思います。話は戻りますけども、今回の企画、秋季特別展文化勲章制定80周年文化勲章受賞の画家たち、構成としては、昭和12年ですから1937年ですね、芸術や学問など文化の発展に目覚ましい功績を持つ人に授けられる文化勲章が制定されました。今年で80周年になります。歴代受賞者の数は約400名に上り、日本画家では39名が受賞しました。まあ、これは、昨年、2016年11月段階での、受賞者数なんですけども、この節目の年、まあ、今年ですね80周年という節目の年に小林美術館コレクションの目玉である文化勲章受賞者の日本画を紹介するものです。第1
回目の受賞者、竹内正宝と、横山大観、女性初の受賞者上村松園、など、全39名の作品を一堂に展示しております。日本文化最高の栄誉を受けた巨匠たちの業績をたどり、日本画の美しさと奥深さ、また小林美術館のコレクションの魅力を堪能していただこうという企画です。11月3日、文化の日ですよね。この文化の日を挟んだ期間にぜひやりたかった企画というふうにおっしゃってました。で、私ちょびひげですね、文化勲章受賞作家、全員のことまではやはり知らなかったんですね。でしかもですね、この文化勲章受賞作家全員を集めた企画っていうのは今まで美術館たくさん回ってきてますけども、見たことも聞いたこともなく、つまりこれはこの美術館のためにある企画、他の美術館ではできないとても面白い企画だなというふうに思っています。このような構成なんですが、ちょっとねこの特別さの話は横に置いといてすいませんね、このまま進めろよっていうふうに思われるかもしれませんけども、小林美術館さんについての紹介をもう少ししてみます。館長さんにこの美術館の特色をお聞きしたところ、日本画で文化勲章受賞作家39名の作品がコレクションの中心であり柱です。鑑贈点数約250点ある、ここが、やはりうちの美術館の特色ですよというふうにおっしゃいました。次に、学芸員の西岡さんが感じるこの美術館の魅力は何でしょうかとお聞きしたところ、いつ来ても日本画を楽しめる、掛け軸も屏風も間近で見ることができる、日本画ってケースに入って離れてみないと見れないのが普通なんですけども、ここは本当に間近で見れます。筆跡、筆跡、筆跡も分かるほど近づいて見れるのはこの館の特色です。光によって見え方の異なる岩絵の具の色使いや、緻密な描写など日本画の奥深い表現を間近に見てもらいたいという館長の思いの表れにではないでしょうかということを西岡さんがおっしゃってました。で、ちょびひげがね感じるもう一つの魅力なんですけども、実はですね、この規模の美術館、この美術館、小さな美術館ではあるんですけども、この規模の美術館でカフェと多くの物販がある美術館っていうね記憶がないんですね。物販はあるところはあるんですけども、カフェまで併設している、要するに、美術館で絵を鑑賞した後に庭を見ながらゆっくりとお茶を楽しめるっていう風なですね、美術館っていうのはちょっと記憶がないんですね。大きな美術館ではあるんですけども、そういうところもこの美術館の特色の、魅力の一つかななんていうふうに私は思っています。で、こちらね個人美術館なんですね。美術館ほとんどが公立であったりとか、財団法人それとか大企業の参加でなければやはりね美術館を維持するっていうのは大変難しいわけなんです。繊細な日本画を保存するにはですね、大変な経費がかかるわけです。そこをねいろいろ苦労されて維持しようとされてるんですけど、例えばね屋上にソーラーパネルを設置して電力の約6割を賄ったりと、いうことで大変苦労されております。館長さんは、本物の作品と向き合う感動を身近に体験していただきたい、その思いで美術館を、設立し維持したいというふうに考えられているようです。で、そんな美術館なんですけども、この美術館を設立するきっかけは何だったんですかっていうふうにお伺いすると、日本画の奥深さに魅了されて、もっと日本画と向き合いたい、身近に見たいと思い作品を集め始めて、文化勲章作家39名の作品が全て揃った、4年ほど前に美術館建設を決めたということをおっしゃっておりました。ということで話は特別展に戻しますけども、今回の特別展の
チラシ5作品が、取り上げられています。横山大観、霊峰、竹内製法、士官聖阿図、上村松園、笠美人、川端龍子、牡蠣、小林古慶、鶏、この5作品、まあ、皆さんご存知のビッグネームでチラシを構成しています。実はね、私ちょびひげなら、中村学寮であるとか山口芳春を入れたいなっていうふうに思うんですね。なんてね、知ったことを言うてますけども、この美術館で初めて知ったんですよ。なんで今まで知らなかったんだっていうような素晴らしい作品を、作られてる作家さんなんですけども、こんなにいい作家がいるんだっていうことを伝えたいので、私だったら多分入れてると思います。で、今回の展示で西岡さんが個人的に最も好きな作品は何ですかっていうふうにお聞きしたところ、川端龍子の牡蠣を、おっしゃってました。今回、理由をお伺いしたところ、今回初公開で、丸ではなくて本物のような、ちょっといびつな形であったり、可愛いんですよね。で、葉っぱが少ししおれていたりとか細かく描写されていて、しかも下に器も描かれている。日本画ですと多くが果物が描かれるときは、果物だけがポンって描かれる。でも、そうではなくて、器が描かれていて、しかもその下、器の下にはテーブルクロスのようなものまで描かれている。ですから日本画としては大変珍しい写生画ということで、川端龍子の牡蠣を挙げておりました。本当ね、可愛い絵でして、今回そのインスタグラムと YouTube にはこのチラシの画像を、アップしています。先ほどね、私、この5作品だけではなくて中村学寮であるとか山口芳春を入れたいなんて話もさせていただいたんですけども、裏を返せばですね、やはり文化勲章を受けている作家さんですから、素晴らしい作品をやっぱり残されているんですね。このようにその、文化勲章受賞作家さんだけで企画されている、企画展なんていうのは他ではありませんので、ちょっとね、名前は知られてないけども、こんな素晴らしい作品があるんだということで、本当にね、このチラシに載ってる以外にも素晴らしい作品がたくさんありますので、ぜひね、見に行っていただけたらなというふうに思います。そこでですね、今回の特別展、こんな見方をすると面白いですよということで、西岡さんが教えてくれたのが、やはりね、この39名全て個性的ですし画風も違う、この個性を見比べてみていくと面白いですよっていうふうにおっしゃってました。で、また作品は受賞年順に並んでいますので、やはりその時代の流行も感じることができて面白い、です。で、今回の特別展の中で、私ですね、特に目を引いたのは片岡珠子さんの富士ですね。私珠子さんの絵ですね、大変好きなんですけども、さすがの存在感です。で、これね、キャプションには、資本着色、要するに紙に書いてますよっていうふうに書いてるんですけども、皆さんこれを見てですね、何で描いてるのかっていうのを、考えてみてください。本当に紙に書いてるのって。で、画材、これ何なんだろうっていうふうに、思われるんじゃないかなと思います。で、実はね、館長さんにその話をお伺いすると、多分ね、漆喰を使ってるよっておっしゃいました。皆さんどう思われますでしょうか。本当にね、珠子さんならではの、迫力のある絵でありますし、何に描いたの、何で描いたのっていうふうに、多分ね、誰もが思ってしまうような絵ですので、ぜひ期待して見ていただけたらなというふうに思います。で、コレクションに関して言いますと、これも先ほどもね触れましたけども、今回の企画テーマはまさしくこの美術館のためにある企画
ですが、コレクションそのものが文化勲章というテーマで構成されているので、他のテーマでの企画っていうのは、多分ね苦労されてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、まあ、その辺を西岡さんにお伺いすると、まあ、西岡さんは大変だとはおっしゃっていなかったんですけども、学芸員一人で、こちらね学芸員お一人しかいなくって、で企画広報それから肝臓品の研究と、ねされております。西岡さんがこの小林美術館を支えているんじゃないかなというふうにつくづく感じました。館長さんの理念を実現するためにも本当に頑張ってほしいなというふうに、ちょびひげは個人的に応援しています。本当に、ね、頑張ってくださいね。それから今回の展示、作家のいい言葉のキャプションっていうのがね、それぞれの作品につけられています。このね、作家さんの言葉全てがついてるわけではなくて、やはりその、そういう言葉をね探して、まあ、ない、ね、見つけることができなかった作家さんもいるものですから、でも、そういう作家さんの言葉をこう話されている作家さんを探して、その、言葉を、キャプションとしてつけていただいて、まあ、これがねなかなかいいんでね、それも合わせて楽しんでいただけたらなというふうに思います。それと、こちら展示解説ギャラリートークですね、他の美術館でもギャラリートーク展示解説はされているんですけども、とても多くされています。9月は3回、10月は5回、11月も5回、予定があります。しかも平日での設定があるんですね。土曜日日曜日しかない美術館も大変多い中、平日実にしか行かれない方もいらっしゃるので、まあ、そういう中では大変嬉しい設定になっていると思います。またカフェと一緒になった割引チケットもあります。この江ノ小島周辺からも大変近い場所にあります。浜田ら公園散策も合わせてフラッと出かけてみてはいかがでしょうか。ということで、いかがでしたでしょうか。小林美術館、2017年9月7日から2017年12月3日の会期で、秋季特別展文化勲章制定80周年、文化勲章受章の画家たちを開催しております小林美術館。皆さんもぜひ足をお運びください。小林館長、西岡さん、今回は取材にご協力いただいてありがとうございました。さて次は、猫マネさんの食レポです。なんですけども、今回猫マネさんお休みなので、代役ちょびひげの食レポです。今回お邪魔したのはケーキとパンの店スイス洋菓子店さんです。今回取材にご協力いただいたのは、店長の中村よしみさん、そして2代目の中村ひろしさんです。ありがとうございました。こちらのスイス洋菓子店、開店したのが大阪万博の年ですから、1970年ですよね。創業47年の老舗です。店長のよしみさんは秋田出身で、当時の国内でも最も有名な洋菓子店で修業され、その後全国の有名洋菓子店に呼ばれて、現在営業している高石市に、店舗を構え現在に至っています。お店は店長のよしみさんがケーキ、奥様が喫茶、そして2代目のひろしさんがパンと、それぞれ分担が決まっており、喫茶では、出来たてのケーキやパンを食べることができます。店内の雰囲気は昔のまま、昭和にタイムスリップしたような、店内、天井のライトとテーブルは同じデザインなんですね。ですが特注品なんですよ。で、壁には絵画が飾られていて、なんとも贅沢で居心地のいい店内です。まあ、昭和のね、高級な、喫茶店っていうと、まあ、こんな感じだったのかななんてね、思うような、内装になっています。で、カフェでねコーヒーを飲んでいると奥様が話しかけてくれて、まあ、それを楽しみに来られる方もいらっしゃるようです。まあ、実はね私もねそれを楽しみに、行くわけなんですけども、今回の取材はね奥様は恥ずかしがってね、まあ、
私はいいでしょうみたいな感じでね、あの奥に引っ込んでしまったんですけども、はい、話を戻しまして、商品にかけるこだわりは、昔の職人そのものです。今回このちょびひげさんのアートな散歩で取り上げたっていうのも、やはりそこが、取り上げる理由にもなっているんですけども、材料と手間は、手を抜かない、美味しいものを安く食べて納得のいくものしか売らないという、信念を貫いている、まさに職人、店長のお弟子さん、今までも、たくさんいらっしゃったんですけども、他の店舗に行くと、これだけの材料を使うと採算が取れないと言われ、同じものが作れないということでぼやいていらっしゃるみたいです。例えばですね、オレンジピール一つでも最高級のものしか使わない、安いものっていうのはね、例えば、フランス産の、大変いいオレンジピールで、それに比較して、3分の1程度で国内産でも手に入るらしいんですけども、最高級のものしか使わないと、なぜなんですかっていうふうにお伺いすると、やはり、生地への馴染みが全然違うと、で香りも全然違うと、ですから、やはりここで質を落とすっていうことは絶対にできないっていうことをおっしゃってました。で、材料と手間を惜しまず作られた商品は、皆さんご存知ですかね、白い巨塔という、本、それからテレビドラマ、映画化もされてましたけども、この作家山崎豊子さん、山崎豊子さんは、堺在住だったんですけども、愛してやまなかったという話もお聞きしております。山崎豊子さんは、こちらの、ケーキを指定してですね、いつも買いに、お弟子さん、とかですね、出版社の方が、買いに来られたという話もお聞きしました。で、今回私がいただいたのは、スポンジの間に生クリームと桃が挟まっていて、上にブドウとイチゴが乗った、ガトーフレーズ、それと、2代目の、ひろしさんが好きだっていうふうにおっしゃってたケーキ、スイートチェリーのタルト、このスイートチェリーのタルトは、実はひろしさんも作るの手伝ってるっていうこともあってですね、一番好きだっていうふうにおっしゃってましたけども、両方ともっていうか、どの商品も、どのケーキもですね、47年前創業当時と変わらぬ味というふうにおっしゃってました。つまり、材料も当時のまま最高級のものをずっと使い続けているというふうにおっしゃってます。で、当時ですね、私、子供の頃になるんですけども、自分の食べてたケーキっていうのを思い起こすとですね、あの当時食べてたケーキは何だったのかっていうふうに思うほど美味しかったです。フルーツの甘さとのバランスが絶妙なんですね。それが、47年前、にあった、ね、この周辺の、方っていうのは、本当幸せな方々だなというふうに思ってしまいました。で、ご主人が、パンは2代目のひろしさんが作るんですけども、ご主人が2代目の作るパンの中で個人的に好きなのは、何ですかっていうふうにお伺いすると、食パンとフランスパンとおっしゃってました。実はですね、私食パンもですね、以前いただいてまして、で、食パンを買ってですね、喫茶の中で食べていましたら、ご主人が手作りの、これは商品化、されてないんですけども、材料費を考えるともうちょっと高くなりすぎて多分買ってくれる人がいないんじゃないかっておっしゃってた、生姜の、ジャムを出していただいて、それをつけて食べたんですけども、大変美味しかったです。で、実は私、大変な偏見を持っていましてですね、パンは神戸だというふうな偏見があったんですね。神戸に行ったら、どこで買ってもパンが美味しいというふうに思っていたんですけども、この食パンだったら、わざわざ神戸に行かなくてもいいかなというふうに思ってしまうほど美味しかったです。あと、しみじみいいなと
というふうに思ったのが、カフェで、冷たい飲み物を頼みますと、まあ、ですからアイスコーヒーであったりとかアイスティーを頼むと、その飲み物に使うグラスがいわゆる、ね、ワイングラスのような足のあるグラスで出されるんです。最近ね、喫茶店に行って、コーヒーでも紅茶を、ねまあ、冷たい飲み物を頼むと、まあ、足のない通常の入れ物で出されることが多いと思うんですけども、こちらでは足のあるグラス、多分ね、昔はねどこでもそうだったのかもしれないなと思うんですね。ですからその昭和のドラマに出てくるような店内の雰囲気と、昔の味を守ってきたケーキとパン、そして、冷たい飲み物に使う、グラス、ねまさしく昭和っていう感じなんですけども、味は昭和、昭和でもこんなに美味しいものを出したんだというふうな、ものを出していただきますので、ぜひ味わってみてください。で今回の取材の中で、最もね印象に残っている言葉、本当に印象に残っている言葉があるんですけども、ご主人それから、2代目も、ごまかしはないという言葉ですね。それから、お話をお聞きした後、儲けはあるんですかって、こんなに安く売ってたら、最高級の、材料を使って、こんな安かったら儲けはないんじゃないんですかとお伺いしたところ、もうないと、もう趣味だからという言葉が忘れられない取材になりました。こちらスイクス洋菓子店は、月曜日が定休日、それから開店はね6時から開店しています。皆さんも一度食べに行ってみて、見てください。今回取材にご協力いただいた中村よしみさん、それから、中村ひろしさん、ありがとうございました。今回の、放送で、ご協力いただいた、小林美術館の館長の小林英樹さん、それから、スイス洋菓子店の店長中村よしみさん、お二方ですね、実は70代の、方でして、ですから大変いろんな、経験をされておられまして、そんな話も実は取材中に、お伺いすることができました。大変面白い話でですね、取材であることを忘れてしまうぐらい、楽しい時間を過ごさせていただきました。本当に印象深い、取材放送となりました。小林美術館の館長、小林英樹さん、それから、スイス洋菓子店の店長中村よしみさん、本当に、取材にご協力いただきましてありがとうございました。この番組はえのこと地域コミュニティとの共同事業、ミニ FM えのこ島デコボコラジオの企画で、美術館およびその周辺の食を紹介する番組です。周波数は 89.2MHz、 毎月一度公開放送を行っていますので、皆様もぜひ遊びに来てください。お送りした DJ は私ちょびひげでした。次回はアシスタントの、猫マネさんが多分来てくれると思います。皆さん次回もお楽しみに。さようなら。えのこ島でこぼこラジオ。